はいどうも皆さんこんにちはこんばんはこんばんはおはようございますなんと第59回です今回も張り切ってまいりましょう黒田拓哉のタタタタタタイムアタ,タイムはいということでね えー、世間はですねいろんなニュースが、えー、飛び交いましてですね、えー、忙しくざわざわなってきております何でも、えー、ワクチンの第一弾が届いたや届いてないやということでですね、えー、一体どうなることやるなんて言っておりますけども、えー、それはさておきさておいていいでしょう、えー、こちらはいつものペースでやっていきたいわけでございますが前回にはね配信の えー、発表なども何個かしましたのでよかったらまた、えー、チェックしてみてくださいなんか言ってますが去年はコロナ禍の中、えー、もう訃報がもう次から次へと、えー、入ってきてですねジャズ界ミュージシャン界の中でも、えー、大変な方々がたくさん、えー、亡くなられてしまったんですがつい最近もですねもう 我々の世代からはもうスーパーヒーロー。えーなんとあのピアニストのチック・コリア先生がですね、残念ながら、がん、がんだったんですね。キャンサーで行ってしまわれたということで。なんかこう、痩せたなという雰囲気は、ここ数年、なんかこう、見受けられてたんですが、すっげーでっぷりしてたんやけど、あの、10年ぐらい前までね、あーなんて思った次第なんですが、今日はそれを受けて、 えー、やーたくダークローと、えー、大御所様たちとのなんかこう、えー、思い出やですね。なんかその、えー、ちょっと面白かった話なんかを今日は言えたらいいかなかななんて、えー、思ってるわけですが。やはりこう、2003年に行ったニューヨークニュースクールの先生方、これはやはりこう、 3年半もですね、お付き合いがあった人たちなので、結構こう、思い出深いんですけども、ミーハーな感覚でね、ああ、あのアルバムのみたいな、やはりゴロゴロおるわけですよね。で、その中でやっぱりこう、一番テンションが上がったのが、ドラマーで、チャーリー・パーシップという方、これだけ言ったらピンとくる方も、まあもちろん、えミュージアムの方は知ってると思いますけどディズィー・ガレスピーの。 「サニーサイドアップ」というアルバム、えー、ディジー・ガレスピー、ソニー・ローリンズそしてソニー・ステッド3人のこの3ーホーンで繰り広げるですねとんでもないアルバムの,、えー、そのドラムがなんと、えー、チャーリー・パーシップということなんですけども彼のアンサンブルの授業を、えー、受けてたんですよめちゃめちゃええおじさんでもうほんま一回も怒らなかったですね あーいや,いやー俺はなこんなじじいやけどこういう若い子の演奏を聴いてねどういうことをやってるのかとかを取り入れていきたいんよみたいなことを言うようなえー、おじいさんで、えー、めちゃくちゃいいいつもいい、えー、クラスの雰囲気を作ってくれた先生残念ながらこのチャーリーもですね数年1年前か2年ぐらい前このスキン近いうちに亡くなってしまったんですけどもそしてそしてもう一人ニュースクールを代表する えー、まさに大御所中の大御所、これベーシストです。レジー・ワークマン、とんでもないです。こっちの方が有名かもしれないですね。えー、ベーシストとして参加した、えー、有名作品は数知れずですが、何よりあのジョン・コルトレーのバンドにずっと長く在籍してたと、えー、インプレッションズも彼が弾いてるし、何より僕大好きなアートブレイキーのね、ウゲツ。 っていうあの雨の月とか言ってあの雨月っていうのを題名にしてるアルバムがあるんですよ。えー、これはシダ・ー・オルトンさんの曲なんですけども、これをなんとこのレジー・ワークマンが弾いてる。で、このニュースクールって面白くて、前も言ったかもしれんけど、こうアンサンブルにこう有名な人の名前がついてるんですね。ジョン・コルトレーン・アンサンブル、ウェイン・ショー・タ・アンサンブル。で、まさにこのレジー・ワークマンが教えるジョン・コルトレーン・アンサンブルっていうのはもう、 人気クラス中の人気クラスというか、もうそのエッセンス、要素たるや、もう、モノ本、モノ本プレイヤーですよ、本当に。もうね、目がギョローとしてね、当時でさえ70ちょい、今83歳、さっき調べたら、当時僕が言っただけ70前後やったと思うんですけど、もう、年齢を感じさせない目力と、もう体の動きで、えー、とんでもないエネルギーの持ち主で、 ございましたやはりこうなるとトランペットは誰やったのっていう話になると思うんですけどニュースクールのその常にいる先生はジミー・オーエンズという方で彼も実はものすごい有名な一世を風靡した当時の顔役の一人やったわけなんですが彼がこういわゆるトランペットといえばこの人のクラスを絶対ワンセメスター取らないといけない。でもちょっと嫌味な先生で。 <laughs> 結構みんなに嫌われてたというだから1学期目だけこの先生を個人レッスンを受けてみんなその後羽ばたいていくっていうのがね <laughs> 当時のなのかこう流行りでもないですけども喋こうり方がねこう特徴があるんですよでこうトランペットに関してもこうなぜかこの人はこう4度と5度だから銅から言うと銅とファ銅とソぐらいのこの幅広いボベボベみたいな あのプラクティスを練習をよくしろと強要してくるんですよ。でその喋り方がこう鼻が効いててですね。プラクティスフォース !You have to practice first っていうのが <laughs> 面白かったなと <laughs> みんなそれを真似してたというね大体い,い,いるでしょこどの学校にもこうちょっとこう真似されちゃう,こう嫌味な先生ってねそれが、えー、ジミー・オーエンズですか。えー そんなねバカにしちゃいけないぐらいとんでもない経歴の、えー、持ち主しなんでございますがでまあこうやって学校でクラスを個人レッスンを受けるっていう時に結構先生の中ではもうが家に来てくれとアパートにで家で教えますよみたいなことがあるんですがそのジミー・オーエンズさんのレッスンも一回家に行ったんですけどもやはりこう誰かの家に行くってなるとね まあニューヨークに行って間もない時で緊張するんでしょうね。なんかお腹を壊すんですよね。で、まあ、先生すんませんと、油汗かけながらえトイレ貸してくださいと、ことなきを得たわけなんですけども。また別の機会にですね、1年、いや、半年経って、今度はエディ・ヘンダーソン、これもまたむちゃくちゃ有名なトランペット日本にもよく。 単身乗り込んで日本のメンバーとツアーを回ったりもするようなとてつもないトランペッターでハービー・ハンコックのアルバムにも入ってたりとかもう年齢はもうほんと80近いんじゃないですかねで彼のレッスンが受けれるということでね彼郊外に住んでて1時間半ぐらいニューヨークから電車でことこと揺られながらですね 行ったんでございますがエディヘンダーソン「わああの大スターや」と「先生どうも」と「はじめまして」なんて言って、えー、レッスンを始めたんですけどこれまた案の定ですね、えー、お腹がまた痛くなってきて「先生すまんとちょっとあのお腹痛いからトイレ貸してくれ」って言ったら「ああもういいよと」とみんな優しいんですよそのジミー・オーエンズさんも優しかったですけどもう,もう好きなだけ使えと「いいぞいいぞ」という話になってトイレに行ったそしたらまあその何て言うんでしょうねそその僕のその僕 あの分身たちが元気よくプールの中にトイレという名のプールの中に飛び込んでいったわけなんですがここで大事件が発生ですよ世界有数のトランペッターの家のトイレが流れないとというか流れたんですが詰まったんですよその僕の分身がねちょっとあのちょっと巨大化しましてですねこれは参ったもんだこういう時って皆さんね どうしようどうしようとちょっとこう水をもう一度貯めてもう一回流してみようとかするでしょほんなこの詰まったもんやから水がガーッと水位が上がってきてあと一歩で大混ぜみたいなことになってもうこれはさすがに大先生様に言うしかしょうがないとプランジャーが置いてないんですよそこに置いといてくれたらえのにほんであのー、とエディさんエディさんとあの。<laughs> こんなことになってしまいまして、ちょっとプランジャーを貸していただけませんかと僕がやりますからって言ったら、そこはやはりこう大御所、器もでかいんでしょうね。ああ、もういいと、俺がやる、俺がやるって言って、いやでもいや先生、それさすがに悪いから、また僕の分身がそこにいっぱいおるからっていう話で、いやいいんだよいいんだよ。僕に任せなさいとプランジャーを片手に、僕はもうだからトイレから出て、で先生がそのトイレにプランジャー片手に入ってったんですよ。そしたら、 まあ僕の分身が結構あの,あのスメルがファンキーやったでしょうね入った瞬間先生がうわーって <laughs> 匂いで匂いで叫んだという話です、えー、皆さんはどんな大御所を困らせたことがありますか <music> でまあ実際こうやって えー、直にお話をさせていただいた、まあ大御所で言うとですね、今挙げさせていただいた学校の先生たちで、DJ プレミアももう大御所に入れていいんじゃないかなと、経歴的には、えー、何度もタイムアウトではご紹介させております、えー、まさにヒップホップの、えー、もう本当に大御所どころか、顔役、えー、そして、あの、2月はね、まあ、 意外と有名人の誕生日が多いなんていうことなんでございますけどもえー21年前にいまだにすべてのえーこういうなんて言うんでしょうねソウルネオソウルジャズ系 R&B すべての人たちの心をわしづかみにした「ブードゥ」というアルバムを作ったディアンジェロ先生もなんか2月みたいで最近インスタを見てたらみんな「ハッピーバースデー」なんて言っておりますが、え。ー 僕はディアンジェロさんは直接会ったことはないんですけども、えー、その,、えー、あのアルバムのベーシスト、えー、ピノ・パラディーノ先生にはですねなんとこれタイムアウトは他でも言ったことあると思うんですがロンドン郊外にある自宅にもホゼ・ジェームスと一緒に呼んでいただきまして、えー、彼のパスタを僕は食べることができましたむちゃくちゃいい人ですあ,あとはインターナショナルジャズデンの時に、えー、なんか 2014年の大阪インターナショナルジャズデーに一応、その時に僕、ライジングサンデーでデビューしたのもあって、日本代表みたいなんでこう呼んでいただいたんですよ。で、最初のプレスカンファレンスでなぜか俺出てくれって言われて、あの偉そうに記者会見みたいな、横長のテーブルで、あ、黒田さん、ここですって座った横がハービー・ハンコックやって、いや、俺、何言ったらええねん、ここでみたいな。 ファ,フ,ァファンです言わなしょうがないよね。なんて言うてますけども、ハービーさんも、えー、いましたし、マーカス・ミラーさんもね、うんえー、いましたね。2016年には、えー、ブルーノート・ジャズ・フェスの,、えー、たあの現場でね、共演させて、ミーシャの、えー、バンドに飛び入りしていただいたなんていうのがありましたけども、こう、まあ、たまに例外はあるにしてもですね、えー、こう、掃除て、やはり器でかいですね、皆さん。

偉そうな感じでもなく、本当にこうフラットな感覚で、ちょっとまた、ちょっと電話番号教えてやとか、なんかやろうやとか、なんかああいう,こう気さくでフラットな感じは、なんかこう、あるなと。日本だと大御所って言うと、なんか本当に大御所でしょ。近寄っちゃあかん、周りにいっぱい人おるんとか、なんかこう、まあ場面にもよりますけどね。なんかそんな中でこう、一人でうろうろしてるから、この人のと面白いなとか思って。その時に一回ね、 ニューポートジャズフェスか、モンタレージャズフェスかな。えっと、西海岸、アメリカは、ホゼ・ジェームスのバンドで行った時に、野外のステージで、いいライブやったんですよ。あライブ終わったら、なんかこう、ちょっとこう、地元のおじさんなのか、ミュージシャンなのかみたいな人が、ホゼの楽屋に来て、ああ、よかったよ、みたいな。めちゃくちゃよかった、いいね、みたいな感じになって。で、バンドメンバーもなんか、あ,ありがとうございます、みたいな。で、なんかこう、みんな、 まあ、かしこまってるふうには見えなかったから、僕もこう思ったんですけど、なんかその、そのおじさんがね、なんか、お,お前ら、えな、ー、んやと、写真撮りたいんちゃうみたいな。なんか、そんな顔してるんですよ。俺と写真撮らんでええんかみたいな感じになって,て俺最初なんか、何を言ってんねんと。<laughs> 誰やねんみたいな。<laughs> 撮ってほしいんちゃうんか、むしろ逆にと。ほぜと、みたいな。 結局みんなでわーわーって撮って、なあ、もう何やったんやんな思ったら、これ怖いですね。皆さん気をつけてくださいね。ちゃんと顔は覚えとかなダメですよね。あの、ジャック・ディジョネットやったんですよ。ドラマーのむちゃくちゃ有名な。で、その、帽子めちゃめちゃ深くかぶってたし、なんかね、こう、サイズめっちゃでかい人や思ってたんですよ。ジャック・ディジョネットって言ったら、なんか、あのね、なんかこう、 ハンマーバキに出てくる頃オリバー・ビスケットみたいなこう感覚でこうでかい人かななんて思ってたら、ね、すごいちょっと小柄な方やって全然気づかなかったですねその時多分英語もまだ耳に入ってなくて「ジャック」とか言ってのが聞こえなかったんかなと思いますけどもまあ変なこと言わんでよかったというか、えー、そういうことなんですがまあそういうね ちょっと大御所話はなかなかいろいろございますが皆さん大御所と、えー、出会った時の面白話などありましたらどうかどうしどし、えー、お便りくださいます <music> はい、なんてのらりくらり大御所トークをやってきましたが、えー、また、ヘビーなタイムアウター、ジャガーポックルズ、ジャガーポックルタイムアウターが頼りいただきました。クジメマスミさん、いつもありがとうございます。マース、最近マース忘れて、マース。えー、一気にここで言っていきます。マースなんて言って、マースけどもですね。まあ、ツアーによく行かれるということで、旅の必需品はございますかというなんですか。なんか特に私ならではみたいなのは、多分ないんですが、 ツアーに行くときに常にカバンに忍ばしてたのはランニングシューズでした。えー、一応、まあ、走ろうと、ホテルから靴さえ履けば1秒で、えー、行けますから。なんかよくやってたんが、じゃあ、新しい都市に着きます。で、チェックインする、えー、サウンドチェックする、でそこからまあ2時間ぐらい間があるんですよね。そこが唯一の 唯一の個人に許されたフリータイム、寝るもよし、飯食うもよし、で、そこでちょっと30分とか走ろうかなみたいな、これ、永遠がこう新しい街をこう探索するのにも使えるからということで、えー、必需品はやはり、ランニングシューズが、えー、多いかなと,、えー、と、特別なものはといえば、あとはもう,もう月並みなもので、もうヘッドホン、ミリキーボード、ちっちゃいやつとかね。 あかその調味料持ってきますかみたいな質問もありましたけど全然持っていかなかったですね喉飴ぐらいですかね結局長い飛行機とかの中で口の中でコロ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 できんのがこう一番のこうまあ気が散るというかいい感じに紛らわせるアイテムやなというのは <laughs>、えー、ありましたけどもそんな中でねなんかこうはあこいつなかなかのええー、知恵やな思ったんが。 まあ、みんなバンドメンバー同じホテルなんでこう休みの日とかこうちょっとビールでも一本持ってホゼの部屋とかに行ったりするわけですよねちょっと飲もうかとか言って言ったらら結構みんな部屋で洗濯するんですよあのコンビニで買ったあの洗剤でお風呂かシンクでバーッ洗って干して、えー、次の一週間に備えるみたいなホゼのとこバーッてホゼもそれやっとって靴下干しとったんですよあー大したもんやな思ったんが 全部同じ靴下。その時、紫の靴下やったんですけど、全部。全部同じ靴下を8個目ぐらい多分持ってきてて、ほなその片方なくなった事件もないし、もうとにかく。 ま,あ買い足せばまたいつか二の倍数になるやろみたいな感覚でいやこれはこうツアーのなんかこう知恵一つやなともそんなもんパンツも靴下なんでねあれとったら見えへんし確かに確かにと何でもええやんということで一個に絞るっていうのは一つの知恵やなと思いましたでもう一個の質問で移動中どんな音楽聴きますかということですけどもなんか好んで自分の音楽を聴くのはあんませずむしろ 他人が何聴いてるのかを聞いて、車とかやったらそれをかけてもらったり。自分がいつも聴かへん音楽を聴、えー、くのがベストですが、えー。最近気づいたんですけども、去年とか結構撮影とかで、あ、2年前か。あの、カリフォルニアの方で、なんか8時間運転とか、砂漠に向かってね、写真家のやつとしたんですけど、変にこのね、かっこいい音楽というか、なんか自分らがいつも聴くような音楽、眠たなるんですよ。頭も使うし。 耳持ってかれるでしょやっぱ良かったんだね EDM でしたわ。プンツプンツプンツプン,ンツ。あれをねもうかけてねでこれベース消えるでしょであって煽って,煽ってベース返ってくるでしょあれだけでいいんですよもう。8時間も運転するときにね他にもうねいい音楽なんかねいらないということを僕は、えー、気づいた、えー、40歳リアクロダータクでございました。間違えたー さあ「えー、ヤやたダークロー、また「やたくダータクと言ってしまいました「えー、ヤやたダークローでございますが皆さん第59回楽しんでいただけましたでしょうかなんとあと1回で還暦でございますいやー大したもんですね皆さん赤いちゃんちゃんこみたいなん着て帽子かぶってお祝いしましょうよ皆さんでえー、それではですね今日も 楽しんでいただけたということを祈りまして、えー、第59回ちょっと今先ほどですね出前取ったご飯がもう目の前に届いてしまいましたので早く食べたいということで今日はあっさり、えー、締めたいと、えー、思います第59回、えー、ご清聴ありがとうございましたそれでは皆さんお昼からも頑張って <music>